ームでございます。ですね、はい、ストーカー禁止法とかいうそういう部署、ストーカー禁止法のどういったお話をされたいんでしょうか。ちょっと聞きたいんですよね。ストーカー禁止法についてお尋ねをしたいということで、そうそうそう、はい、ちょっと待っていただけますか。はい、はい、どうぞお話しください。あ、もしもし。はい、もしもし、お電話かかりました。あ、すいません、ちょっとお尋ねしたいんですが、はい、ちょっとうちのバカ娘ですね、はい、がちょっとね、まあ、あの家出しちゃいまして1年ぐらい前にね、はい、これでちょっと居場所を見つけたんでね、あの尾行したんですよ。はい、そしたらね、今度ストーカーって言うんですよ。実の親ですよ。あ、お父さんが娘さんを尾行してストーカーと。そう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 。それでね、あの、まあ、いろいろ入れ知恵されてるのかわかんないけども、はい。これ、そもそもストーカーなるんですか？ストーカーにはならないですね、お父さんだったら。ならんでしょう。お父さん心配してついてたんですよね。そう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 。その状況だとならないと思いますね。ああ。ほいで、またそれで、あの、注意する警官がいたとしたら、どこに言ったらいいんですかね。注意って言います。誰を注意するんですか。ストーカーだろうつって。あ、で言われたんですか。それは、うん、あの、ストーカーって本人が言うから言いますよね。どちらでこれはなんか発生した事案ってことですか。発生っていうか、どこ、あの、県外ですけど。県外、あ、どこになります。ちなみにどこかわかんないけど、一般的に。一般、ああ、そういうことですか。一般的にね、居場所を、例えば彼氏の家に住んでたり、はい、わかんないですけどね。はい。あの、友達、悪い友達かもしれないけども、はい。そうやって、その、交番に駆け込んだりして、こっちが怒られる筋合いないじゃないですか、そもそもが。そうですね、はい。そういった場合、どう、それはもう設定言っていただければいいと思いますけど、父親で心配して来てますっていうことで。ああ、で、そもそもストーカーっていうのはどういう場合を言うんですかね。ストーカーっていうのはちょっと、まあ、まあ、奥が深いんですけども、うん、あの、まあ、恋愛感情に基づく付きまとい行為ですね。一言で。ですよね。嫌がらせしたりそういうことですよね。そうそうです、そういうことですね。お父さんが別に心配して後ついてもにはならない。ならないですよね、でそれ分からんようなあのアホな警察官はじゃあ名前控えちゃったらいいですね。まあ言っていただければいいと思いますけど。でそれ公安に言えばいいですか。公安、うん、いや、あの、私はすと、あの、父親ですのでというふうに言っていただければ納得すると思いますけどね、その警官も。例えば変なね、あの、お店に、はい、お店とかで、仮に勤めたってたとして、はい、そういう、まあ、被害者ぶる人いますよね。どういうことですか？だから、本人、娘が言わなくても、その友達がつきまとわれたとか、いう場合あるじゃないですか。そんな感じがするんですよ。状況が分からないんですけども、ね、娘と娘の友達がいて、はいはい、それと一緒に行動してる場合に、はい、その娘の友達がつきまとわれたって、まあ言いまし、まあ、お父さんにってことですか。そうです、僕の娘の友達に。お父さん別につきまとってないんですよね、その娘の友達には。そうですよね、娘につきまとってるんですか。つきまとってもないんだけど、心配してるんですもんね。ただ探してるだけですけど、ね、なんで設定もう堂々で言っていただければいいと思いますよ。いいですか。もちろんもちろん、そんな探
最近やたら横文字が多くてね、 DV とか。そうですね、よくなってないですよ。痴漢もそうだけど、逃げろって言うじゃないですか、うん、痴漢の場合もやってなくても。痴漢の場合はまあやってなきゃまあ疑われないようにするのが一番ですよね。しないけどね、痴漢なんか。わかりました。じゃあ恋愛感情で何かするっていうことがストーカーってことですね。その通りです。はい、わかりました。ありがとうございます。お名前とかとお聞きしてもよろしいです。逆にお名前をお聞かせください。私は田中と申します。田中さん、相談にちょっと行きたいんですよ。娘の居場所をちょっと知りたいんだけど。どちらに相談に行かれる、どちら相談に行かれるとどちらに行かれる予定ですか。県外なんですよね。どこにいるか分かんない場合どうしたらいいんですかね。お父さんはどこに見えるんですか。私は愛知県です。はい、愛知県のどちらになります。名古屋市。はい。で娘はまあどっか名古屋市 何区とかご住所を教えていただくことできます。住所は今教えないですけど。あ、いや、そうですか、うん。お名前は教えていただけない。ええ。ああ、わかりました。お電話番号も非通知なんですけど教えていただくことってできます。いやいやいや。いや、別にいいです。嫌ならいいです。一般論を聞きたいんだけど。はい。あんまり、つきまとってそれと言われても嫌だしね。うん、相談があったんで、どういった方々の相談があったのかってことで、お名前とお聞きしてるだけですんで。あ、違う、娘にあんまり、そうやって探して、はい。嫌がれるのも嫌ですから。どこまですりゃいいかなと思ってね、コロナもあって。うん、まあ、ちょっとうちの娘さんおいくつなんですか。未成年だったんですけど18歳が成人になったでしょう。はい、それでもう成人なんですが、今18ですか。19、うん、で、これ仮にですよ、はい、仮ですよ、はい、仮に変なお店に勤めたりしたら、はい、そこのお店突き止めてなんやかんや言うのは、これこっちが悪い方になっちゃうわけですか。ただその娘さんが自分の意思でそれで勤めてるんであれば、うん、いきなりそれはお父さんが店にわーわー言ったとしてもですね、うん、店の方も別に定式に雇ってるんであれば、あ、ね、それはそれで別にちゃんと話し合う必要があると思いますよ。ああ、そういうことですね。はい。わかりました。ありがとうございます。あ、よろしいですか。まだちょっといろいろわかんないことがあるんで、はい。あ、はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。はい、失礼いたします。